うん、そういう人は仮ラケットの方がなんか扱いやすく、うん、彼なんかも全然力んでないんで、うん、そういう重さをうまく使えるっていうんですよ。だから疲れないで、うん、逆にそのボールにパワーが伝えられるようなショットを、ね、打てるんじゃないかと思うんですけどね。正直なところ歴代のラケットで最高のラケットは何でしたか。これです。そのホールのグロメットはこれはスピードコートの方です。はい、これはやっぱりここはやっぱ動くのですごく動くのでというかやっぱ外側からなんていうんですかこれ。それでまあ特に僕は40で張ってるんですけど。40なんですか。はい、ストリングがちなみにトワルソン、はい、アスタリスク、あ、レンコン、はい、40ですか、はい、それでぼやけた感じとかって言われるようなことは全くない、はい、50とかで貼ると硬くてなんか、うん、一回僕それまでオースリーの前要するにグラファイト、トリプルステートグラファイトの時は58で貼ってたんですけど、はい、オースリーツアーにした時に要するにオースリーになった時から、うん、ちょっとガットのテンションをいろいろ考え始めて58でとかなんか全然ダメで、そのダメっていうのはフィーリングの問題、フィーリングの問題とあとはなんかそのせっかくこうたわむんで、うん、たわみを利用するラケットなんじゃないかっていう。なるほどなるほど。オースリーが、はい、オースリーがそれでその時に52になった、うん、でそれはオーバーサイズだったので、うん、52になって、うん、でその次に XF のホワイトになった時に、うん、メガ あれがミッドプラスだったのでそれがあとに 47.5 っていうのにして 7.5、はい、こだわりですね。そこがねせっかくなんか 0.5 があったんで、はい、で次ブラックにした時にさらに 42.5 万になって、はいはい、でこれだと40になって、うん、要するにたわむここはガットがこうたわんでこれでこう跳ね返すような、一回すごいホールドしてくれるので、でホールドして、それで跳ね返すような感じのラケットかなっていうふうに思って、で、緩い方が一回すごい掴む感じが気に入ってて、どっちかってそのラケットが持ってる特性に合わせて、そうですね、それでそれを生かそうと思ってテンションを落とそうっていう考え方を落としていった、はいはい、58からですもんね。そうですね。だからなんかパンパンって感じじゃなくて、やっぱり一回ここでこう掴んでくれて、うん、で、跳ね返るっていう、うん、そうか、それはボレーの時なんかにすごくそれは感じるところです、うんうんはい、実はこれのテンションに落としてから戦績っていうのは思い返すと、はい、思い返すとそうですね、最初昔の頃に比べたらやっぱりそうですね、25スイング、まあ、プリンスカップ2002年の時はトリプルセットグラファイトだったのでなんとも言えないですけど、まあ、その後もまあ本当に優勝したりだとか、そうですね、まあ大きな体力の一部をカバーしてる年々とともに年も今おいくつでしたっけ。32、もうすぐ2です。そうなんですか、はい、でもどん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 こう上手くなってるじゃないですけど、こう試合にもちろん上手いんですけど、今、はい、今勝てますね、勝てるようになっていってるってことですよね、はい、そうです。それは道具の使い方というか、そのガットのテンションを落としたりとかラケットの特性を分かってそこまで落とせるっていう工夫がすごいですね、うん、確かに練習だけじゃなくて。そう、昔は何も考えなかったんですけど、だんだん年を取るといろいろ考えるようになって、なるほど、はい、こだわりが、ラックしてカバーする。そうですよ、用具でカバーできる分を用具にカバーされて、なるほど、もうね、一生懸命トレーニングしてやる時間もないし、うん、そしたらちょっと重くさすれば、重くすればボールに負けないかなとか、うんうん、ついつく広くすればエラーが減るかなとか、はい、と思った時にこう現役コーチである店長の太田さんにちょっと相談したところ、いろいろアイテムを紹介していただいて、ラフィナさんにあるグッズをいつもラフィナさんから購入してやっています。スピードポートグロメットにしているおかげでですね、よく飛びついた時なんかに、ね、この先っちに当たるようなボール、トップに当たってポショッと落ちるようなボールが
帰る場面っていうのはよくでもないですけど、まあ、あります。意外とあります。あ、帰ったなっていう、まあ、スリーのおかげだなっていうのがたまにこう感じられる。ディフェンスの場面です。そうですね、打ち込まれた時とかにこう飛びついたりして、あ、帰ったっていうのがよくたまにあります。それはでもワンセットの中で1ポイント取らなきゃいけないところでそれが出るといいですよね。出るとでかいですね、はい。そうですね、最初はやっぱり、まあ、この打感がちょっとこうぼやけてる感じがあったんですけども、まあ、使ってるうちに1ヶ月、まあ、毎日のようにラケット握ってはいるんですけども、まあ、1ヶ月で慣れてきて、もう今となっては4-3 タイプのラケットじゃないとちょっと不安かなっていう感じになってます。スイスオートの広さがメリットと、はい、でね、1ヶ月ぐらいは1ヶ月は我慢 でちょっと試打したぐらいじゃなかなかその4-3 の良さって、ね、実感できないと。そういうことです、はい。そうですね、ラケットは今や構造的には4-3かその他大勢っていうどっちかだけですから、その分だけその他大勢を使っている方が多いので違和感はあるのは確かなんですけど、ただ進んでるといえばやっぱり進んでるので、それに人間が合わせられるかどうかっていうことですよね。そうすると勝てると、試合でも1ポイントでも多く取れるよ。テニスは積み重ねですからね。死んでる時に道具が返してくれるって一番大きいですよね。やっぱりしのげる時にしのげないと勝てないですか。いや、そう思いますよ。うん、